リーフィージードラゴンは、トゲウメヨウジウオカヨジ赤に分類される、海水魚の一種。体長は20から40センチメートルほど。全身の皮膚に枝分かれした滑走のような突起があり、滑走類に擬態した姿が特徴である。この突起は、皮膚が変化したものである。この外見で、ゆっくりと泳ぎ、波に漂う海藻そっくりにカモフラージュして、外敵や獲物の目を欺いている。 これは一見すると、ただ波に乗って流されているように見えるが、実際にはヒレを使って泳いでいる。使うのは主に背びれで、これを使って前に進み、左右にある胸びれで左右に旋回するので、皮弁を使って泳いでいるわけではない。オーストラリア南西部沿岸の浅い海に分布する。周囲の海藻に擬態しており、海藻そのもののような外見でよく知られた魚である。 リーフィーシードラゴンが住む海域はいくつもの海流がぶつかり合っている場所であり、多くの天敵を含む様々な生物が住む場所となっている。また海藻も多いため、海藻に対して天敵の目をごうまかすのである。生態は他の幼か魚類とほぼ同じで、筒状の口から比較的大型の動物プランクトンや小魚を海水ごと吸い込んで捕食する。メスは卵を オスの育児脳に産みつける。オスは、稚魚が自分で泳げるようになるまで育児脳の中で卵や稚魚を守る。この育児脳は、タツノオトシゴのように完全な袋状になるのではなく、幼獣をと同様に皮膚のひだの間のくぼみに卵解を保持する様式であるため、育児中のオスの腹部に付着した卵解を外から観察することができる。この生態上の特徴から、 本種は、タツノオトシゴ赤ではなく、幼獣を赤に分類される。また、卵を守るときは、側面のトゲを縦にして守る。さらに卵そのものに、本物の海藻を生やしてカモフラージュする。その得意な姿から、原産地オーストラリアでは切手になるほどの知名度を持つ、魚である。日本でも火災臨海水族園をはじめ、 海遊館や鳥羽水族館などいくつかの水族館で展示中、または過去に展示された。しかし小型の名前さを常時必要としたり、光に敏感であるため、カメラのフラッシュは愚か展示照明の急な点滅でも、ストレスを感じるなど、飼育、繁殖は容易でない。また、人気がたたって、過去には観賞魚としての最終圧を受けて、個体数も減り、オーストラリアでは、 保護対象とされている。現在は、学術研究目的等を除いて、原則野生個体の採集は禁止されており、生息海域への潜水や立ち入りも制限されている。属の学名は、ラテン語で、海藻のお、種商名は、馬を意味しており、本種の外見をよく表現している。なお、本種が属する幼稚魚及び、幼稚魚類は、その細長い姿から、 一般英名をパイプフィッシュとするが、タツノオトシゴアカギョ類に関しては、頭部のシルエットからの連想で、シーホース、またはシーポニーとし、関名も、カイバ、ギリシャ語及び、タツノオトシゴ族の学名は、ヒポカンピスつまり馬にちなむ名称が多い。一方で、本種の英名は、葉のような海流の意味であり、タツノオトシゴ、タツノイトコ。 タツノハトコなどと同様に竜を連想する名称が使われている。和名は本項目名がそうであるように英名を金書き表記したものが一般的であるが、木村主ゲルの魚新四録では学名の直訳に近いモズクウミ馬とされている。w d c ドラゴン。ありがとうございます。